ボン。なんか皆さん聞いてますけど。かわいい。かわいいでしょ。かわいい。今何でしたっけ話題の、なんだっけ、シャンシャン。あの前忘れちゃった。シャンシャンが話題で、今日は、動物のお話なので、シャンシャン来てきました。よろしくお願いします。先にですね、スポンサーの方ご紹介したいと思います。ペットの総合施設 DC キャッスル様、スカちゃんのイエスタイム様、シンガーソングライターの平様、カッパの奈々子様、検索してください、検索してください。古民家カフェカフェあいおい様、個性心理学認定講師山本由美様、浜松の神エステサロン、サロンドピュール様。なんと今日から入れていただきました、静岡下半身ダイエット専門整体サロン様、メンチカツカツオの焼肉屋幸楽様。皆さんありがとうございます。ですね、今日はもう一個、ご紹介したいのがですね、青木さんに名刺を作ってもらうとですね、12月まででしたっけ、年内、はい、このバナーが無料になるです。おー、ということで、うちのあのサロンの名前をピンクで入れてもらうことができましたので、じゃんじゃん、はい、あの名刺100枚200枚で無料になります。なかなか名刺ね、あの結構高いんですけれども、このスポンサー代が無料になるの、あのかなりお得だと思いますので、おすすめします。お申し込みはヤニステレビまで。よろしくお願いします。ぜひ。ということで、今日は、ゆみさんに来ていただきました、はい。ご紹介もしたいんですけれども、ちょっと長いので長いいですよ、はい、長いいですか、はい、よろしくお願いします。自己紹介お願いします、はい。こんばんは、笠井清美です。NPO 静岡セラピードッグサポートクラブの会長をやっております、動物愛護活動をやっております、よろしくお願いします。よろしくお願いします。耳が静岡 NPO 静岡セラピードッグサポートクラブ、はい、会長さん、あ、かわいい、ここにここですね、いい、はい、すごいですね、はい、すごいですね、というか、あの私もちょっとあのワンちゃんとかですね、猫ちゃんとか飼ったことがないので、はい、なかなかあのこう存じ上げなかったんですけども、清美さん、私会ったの4回目ぐらいですよね。まだ本当にそうですよね。そう、1回富士で会って、はい、沼津で1回会って、この前静岡で会って、で今日ですよね。ありがとうございます。こちらこそ。でも Facebook ではいつも見ているので、なんか4回目な感じがしないです。もう昔からの旧知の仲みたいな。そうそう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのセラピードッグっていうと、はい、あのうちの娘が静岡子ども病院に入院してた時に、はいはい、こんな大きなワンちゃんが、うんうんうん、あの病室をこう回ってきてくれて、うんうん、あのこう触れる子は下がったりとかしてたんですけども、うんうん、そういうののサポートをする会なんです。そうですね、はい、あのセラピードッグっていうのは特にこう定義された犬ではないんですけども、あ、まあ、直訳すると治療犬ということで、病院ですとか、あと福祉施設などで、うん、で、ただこう触るだけではなく、うん、私たちのクラブ、まあ、今、この静岡県にはいないんですけれども、うん、治療の一つに、うん、あのプログラムに組み込まれて、うん、犬と共にセラピードッグと共にその治療をしていくっていう前向きな気持ちを起こすっていうようなことをサポートする犬たちですね、うんうん、はい、動物介在活動動物介在療法ですね、はい、介在療法、はい、一つになりますね、はい、私言うと舌が噛みそうな、いや私も今舌噛みます、ごめんなさい、すいません。きっかけとか聞いていいですか。
はい、あの私動物がすごい好きで、うん、小さい頃から動物好きでムツゴロウさんのところにも行きたいと思ってて、あの問い合わせしたけど、まあ、断られちゃったんですけど、あ、であの某サファリパークに入社をしたりですとか、はい、あのまあ、とにかく動物すごい好きだったんですけど、うん、ちょうど今から、まあ、13年4年前かに、うん、このクラブがこの静岡、沼津で立ち上がるということを新聞で見て、うん、あのまあ、入会したのがきっかけです、うんうん、はい、13年前、そうで2005年もそのなります、15年ぐらい前なのかな、はい、そうなんだ、2005年に発足したクラブなので、それですか、はい、それより前はこういうなんか公的な活動というよりも自分が、はい、あの好きなワンちゃんとかを飼ってたってことですか。そうですね、はい、なんかこうあのセラピードッグさんにお世話になったことがあるとか、あのそういうなんか、うん、そう経験があるとかじゃなくて、そうですね、でもあのそのセラピーっていうちょっと言葉にはすごく興味があって、うん、例えばイルカセラピーであるとか、アニマルセラピーっていう言葉はすごく興味があって、はい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 、あのそういったところに、お手伝い に、人間だけで行ってたことはあったんですけど、人間だけで にぎやかしはみたいなのはあの行ってたりしたんですけど、そこに動物をっていうことは、うん、あの自分ではなかったんですが、うん、あのまあ、このクラブがこの沼津で、うん、立ち上がるということで、うん、きっかけで行ったんですけれども、うん、あのこの犬たちがあの、まあ、この代表してる人は千葉にいるんですけどね、大木徹という人なんですけど、捨て犬をレスキューしてセラピードッグに育成するという、そこのあのところにすごくあの共感を持って、であの入ったっていうのも一つきっかけとしてあります。はい、捨て犬ってね、ちょっと言葉はちょっと残念な言葉ですけども、うんうん、あのどこかに預けられちゃうんですか、捨て犬さんっていうのは、うん、あのそこら辺にこう野良犬さんになっちゃうってこと。そうですね、あの今この静岡県では、うん、まあ、普通にこう野良犬っていうのはそれほど昔ほどは多く見かけなくなったと思うんですけど、ね、うんうん、まあ、いわゆるその迷子迷い犬っていうものと、うんうん、あとは飼い主さんがもう飼えなくなっちゃったわと言って持ち込むケースと、うんうん、まあ、2通りあるんですけど、うん、どちらにしてもまあ、処分、まあ、殺処分ということになりますので、あのそれはまあ保健所ないし愛護センターっていうところになるんですけれども、はい、そうね、そのここに書いてあるように、ちょっと これ見せていいですか、はい、静岡殺処分ゼロを目指して、ね、あのそういうふうにこう迷ってしまったというかね、あの行くところがあの一時的になくなってしまったワンちゃん、そうですね、ワンちゃんですね、まあ、ですね、ワンちゃんを、はい、あのお預かりして、で、あの治療用のワンちゃんに育てる、まあ、そうですね、あの、まあ、千葉でこれをやっているんですけれども、千葉でその大木徹という人が、まあ、自分の、まあ、シェルターに、まあ、彼らを、まあ、全部じゃないんですけどね、中からこう連れてこれる犬たちを連れてきて、うん、自分の独自のプログラム、まあ、あの訓練の中でセラピードッグというものに育成して、うん、やってるんですけど、病院ですとか高齢者の方のいる施設ですとかに行って、うん、あの一緒にベッドで寝たりとか、うん、あと、まあ、車椅子と共に歩くであるとか、あのやってることは非常にそのシンプルなことなんですけども、うん、ただその利用者の方の非常にこの生きるあのこう生きる気持ちっていうのがすごく上がるんですね。犬とともに私も頑張ろうっていうことを思える、そういった力を出してくれる犬たちですね、はい、その犬たちの活動のサポートで、その犬たちが元捨て犬だったっていうところで、やはりその命を大切にしたいという気持ちから捨て犬をゼロにしていこうっていう活動もしています。同時進行で、ね、していますね、はい、じゃあトレーニングは全部千葉でやってくれるんですね。そうです、はい、千葉でやっています。はい、あの全国にそういう箇所がいろんなこう組織があると、いろいろあるんですよね。そうですね、あの、うん、まあ、セラピードッグというものをやってる組織が あまり多くあるかというとはないんですけれども、あ、でもあのご自身のワンちゃん、うん、猫ちゃんがある程度そのしつけがされてて、うん、であのそういったあの、まあ、アニマルセラピーっていうのに活動されてる個人の方は多くいらっしゃると思うんですけれども、うん、あくまでもそうか、うん、あのまあ、レクリエーションの一環となってしまう場合もあるので、うんうん、治療という部分ではやはりちょっと本格的に踏み込めない部分もあるので、うんうん、1ヶ月に1回ワンちゃん猫ちゃん遊びに来るよっていう感じのことは、うんうん、あのこ の, あの近隣でもおそらくやってるし、全国的にもやってると思うんですけど、うんうんうん、そのセラピードッグということで治療に取り組むよっていうのだと、まだまだ、はい、やってるところはおそらくあまりないかなと思いますね、はい、そう
ここにもあのね、前のところに絵がこう描いてありますけど、おばあちゃんとかすごいこう、この写真ね、おばあちゃんとかすごい喜んでね、笑ってたりとか笑顔ね、ね、はい、すごい、なかなかこう心がね、そう閉じてしまう、はい、嫌、はい、ですもん、治療はやっぱり、ね、辛いし、ね、きついし ね、 ね、リハビリとか、ね、そう、リハビリとか、ね、はい、そうですよね、そうなんだ、お大きい犬っていうばっかりじゃないの、ちっちゃい子、そうですね、あの、いろいろいます、あの、いわゆるその保健所にいた犬であるとか、うん、最近はあの東北の震災の被災犬なども、はいはいはい、大きいトールが、レスキューをしてやってるので、うん、そのとさまざまなんで、うん、あの逆にあのどういった犬がいるかっていうのもわからないし、その犬がそう過去どういったその例えばトラウマであるとかっていうのもわからないので、うん、その辺を見極めて、うん、その犬にできるセラピー、まあ、一緒に歩くのが得意とか、ただ触れるのが得意とかっていうのを見極めてやらせてるので、うん、やっているので、その決して無理をさせてっていうことはないんですね、うんうん、はい、うん、だから大中小いろいろいますね、そうだよね、はい、だってさ捨て犬とかってね、行き先が、うん、迷子になっちゃったような子はね、うんうん、わかんないもんね、わかんないですね、どういうあの、はい、犬生って書いてます、人生、そうですね、ね、はい、犬の生を犬生っていう意味で言うんですか、はい、犬生です、犬生を生きてきたかわかんない中で、はい、ので第二の犬生をで、ね、書いてある、はい、あーなるほどと思ったんですけれどもね、うん、あ、そっかそっか、じゃあ、 あの撫でられるっていうかこう、はい、あのタッチをするためのワンちゃんとか歩くのね、そうですね、あの、はい、一通りのそう訓練はするんだけれども、うん、やはりその中でのこう個人差というか、うん、あのはあるので、うん、その犬にそのセラピードッグに合った、うん、トレーニングっていうのもあると思いますし、あとはあのやはりちょっと苦手な分野っていうのも、うん、おそらくその犬によってはあると思うので、うん、それをこう無理にやらせてしまうと、うん、犬にストレスがかかり、うんうんうん、その犬が何かあった時に利用者さんに今度は何かあってしまうってこともありますので、うん、その辺のコントロールっていうのはもちろんトレーナーもやるんですけど、その見極めっていう部分は、うん、あの最初の段階で見ていく、でもみんながあのその 100% はできなくてもその子に合ったことは必ずできるので、そういったことでやっている組織ですね、うん、はい、え、じゃあ清美さんは富士に、ね、お住まいね、はい、お住まい富士、どういった具体的にどういった活動をされてるんですか、はい、千葉でトレーニングはされてる、されてない、うん、その千葉でトレーニングをしている、うん、その団体の、うん、まあ、国際セラピードッグ協会というのがあるんですが、うん、そこの下部組織なので、うん、そういった犬たちがいるんですよっていうことを、啓蒙していく、でなおかつその犬たちが元捨て犬だったっていうところで、うん、捨て犬をなくそう、その殺処分ゼロをなくそうね、うん、命を最後まで飼ったら飼いましょうということを、うん、イベントなり、例えばそう、啓蒙なりでやっていく、うん、でさらには、本当に微力なんですけど、保健所の犬をレスキューして、うん、一時預かりをして、うん、そこから里親に出すという、うん、捨て犬をなくしていくという実際的な活動も、うん、この前ね、言ってましたよね、はい、フェイスブックで見ました、はい、今もいますね、これが、この子、はい、これが、うん、近い方が見よう、この子、はい、この子は富士の保健所に入ってましたね、保健所から、はい、預かってきて、はい、へえ、はい、ありがとうございます、はい、何歳とか分かんないんだよね、でもね、まあ、推定だよね、推定です、まあ獣医の先生が見て推定6歳ぐらいの、まあ、メス犬、うん、で簡単な健康診断をして、うん、まあ、病気にちょっとかかりかけているっていう部分があるので、うん、治療も必要になってきます、うん、でそれ以外は、まあ、人慣れしてますよっていうことで、私たちの、まあ、預かりできるメンバーが今預かりをして、うん、新たな新しい飼い主さんを探しているんですが、うん、元はもちろんこれだ、この子も、飼い主さんがいたんです、だけど迷子になっちゃって保健所に入って、うん、保健所で1週間入ります、うんうん、でその間に飼い主さんが、うん、うちの犬でしたっていうふうに現れないと、うん、殺処分になってしまう、1週間土日も含めて1週間保護した時から捕獲した時から1週間なので、そこで現れないと、まあ、そういった処分の対象になってしまう、全部が全部ではないんですけど、なのでそういったことをなくしていきたいっていうことで、一時預かりレスキューをして一時預かりして里親募集をするということと、あとは最近ではこれがいわゆる迷子なので迷子にさせないようにしようっていうことで、こういった名札をつけましょうっていう、こんなチラシも作りながら、はい、そうなんですけど、
であと、犬を飼ったら観察、まあ、犬の、まあ、住民票みたいなもんですね、うんうん、これをつけるということ、うん、あと1年1回のここ、ね、そう狂犬病予防注射をするんですけど、その時にしたよっていう炭書、うん、アルミのプレートがあるんです、うん、それを首輪にぶら下げよう、これをつけておこうっていうことで、うん、こうすればあの保健所に入っても迷子にあの必ずお家に戻れる、そう、ね、そうなるので、う、ね、こういったことしようねってことも、うん、あの殺処分ゼロへの取り組みとして、うん、歌ってるようにしてます。事前にね、はい、そうです、迷子ちゃんならないそうならないようにっていうところですね、結構でも多いですか、迷子ちゃん。そうですね、あの減っては来てると思うんです、うん、最近こうペットブームで、ね、皆さんあのご自身の犬や猫をすごく大切に飼われていて、うん、ね、あの大事にされている方もいらっしゃれば、うん、まだまだこう、うん、いわゆる昔ながらの飼い方というか、うん、こう首輪から外してさあ散歩行ってらっしゃいっていうような感じで言うんだ方も中にはやっぱりいらして、で、あ、ま、いわゆる放し飼いということだけど、放し飼いっていけないことなので、あの法律がそう、法律で行けの放し飼いしちゃダメよっていう、まあ、ドッグランとかだったらいいんですけど、うんうん、あのやはりあの他の人に危害を加えたりする場合もあるかもしれない、うん、かもしれない、あとどっかのお隣の屋敷に入ってうわーってやって畑を荒らしてしまうかもしれないし、っていうことがあるので、必ず軽量首輪つけようね、うん、まあ、お家なんかは別ですけどね、うんうん、でそれが万が一ずっと離れていっちゃって、うん、そのまま迷子にならないっていうことも可能性としてない、うん、ありますので、うん、あのしっかりその飼っていくっていうその飼い主さんに向けてのメッセージもやってますね、うん、はい、うん、そんな真面目なことも、はい、うん、ボランティアです、あの仕事じゃないです、はい、ね、ボランティアでね、はい、いやいやボランティアというかね、はい、好きでやってる。もともとお家にもワンちゃんはいるの？います。でこの子も今ちょっと、はい、あこの子ね、今うちのメンバーあの、うん、で同じ富士市内でやってるんですけど、あ、今うちにはあの秋田犬がいて、うん、この秋田犬は、東北の震災のあった、うんうん、福島から、被災したシェルターから譲り受けた秋田犬がうちにいます。これはうちの我が家の犬です。あ、はい、その前はあのキムさん家にはワンちゃんはしばらくはいなかったの？自分家の犬もいましたし、あと一時預かりとして実際に保健所からレスキューした、うん、あのそういった保護犬もいて、うん、里親さんに出したということもやってます、うん、はい、今ちょっと秋田犬が大きいので喧嘩しちゃうと危ないですから、はい、今はその預かりということは役割としては、うん、私はしてないんですけど、うんうん、私の代わりの同じ組織のメンバーがやってます、はいはい、何人もいらっしゃるの？だいたい沼津のこの、セラピードッグサポートクラブはだいたい50人ぐらい、うん、はい、50人ぐらいいて、50人、はい、でも実際的にいろいろそういるんですけど、実際的に活動するメンバーっていうとやっぱ10人前後ぐらいに絞られちゃうかな、はい、そうなんだ、はい、すみません、ちょっと真面目な感じで、そう、はい、すみません、はい、いや、あの謝ることはないです、私もなかなか知らないのでお話聞いちゃったんですけれども、じゃあそういうことに興味があるよって言ったら、はい、静岡、静岡じゃない、はい、NPO、 NPO 静岡セラピードッグサポートクラブっていうのを検索して、はい、お問い合わせください、笠井清美でも、はい、笠井清美さんでもいいので、はい、あのね、Facebookもやってます、笠井清美さんでやって、ね、はい、直接あの連絡していただければ、はい、よろしくお願いします。これはこの子はあれなの？あ、これがね、同じ子なんですよ、はい、ちょっと大きく写真をラミネートして、譲渡会なんてのも1ヶ月に1回やってまして、譲渡会、こういった、まあ、いわゆる不幸な犬や猫たちに新しい飼い主さんを探す譲渡会というのも、うんうん、お見合いみたいな感じ、あ、そうですね、で来てもらって、うん、もちろんその場ではいどうぞ持ってってくださいってことはもちろんしなくって、あ、そうなの、はい、あの相性ももちろんありますし、ちゃんとその人が飼えるかなっていうことを私たちがしっかりその聞き取りをしなきゃいけないし、うん、場合によってはお家に行って、ね、お家も見たりします、あ、はい、で家族の人とお話をしたり、うん、あのお一人暮らしで飼ってる方に犬をお願いしますってことはやはりあの犬を留守番させてしまったり、この方に何かあった時に犬も何かあってしまうということで、うんうん、家族のサポートも必要だから、うん、単身の方にはなかなかお譲りするケースもなかったりする、そういったことの聞き取りをしたりするので、ちょっとあの時間はかかっちゃうんですね、うん、でその場でどうぞ持ってってくださいっていうよ
ようなことはもちろんしなくて、うん、そういった聞き取りをしたり、うん、でそれが成立したら、うん、じゃあ、まあ、あのトライアルということで、うん、お試しで、うん、あのちょっと1週間ぐらい飼ってみましょうっていうことをやって、うん、その間にこういった実際に犬を飼うということが実際的に大変になってくる、うん、散歩もあるし、うん、もちろん世話もあるし、うん、あの病院が必要な子もあるので、うん、そういったことを実際的に体験してもらって、それでもでこの子がいいということであれば正式に譲渡するという流れを段階を踏んでやってますので、はい、それじゃあもしなんか困っちゃったよ、じゃあ譲渡してもらったけど困っちゃったよって相談とかにも乗ってくれるんだよね。そうですね、はい、ただやはりその一度飼った命は最後まで飼ってほしいです、うんうん、はい、この犬、まあ、この今この子仮に富士ちゃんって名前がついてるんですけど、うんうん、この子にも以前は飼い主がいたはずなんです、うん、で今は、まあ、保健所から うちのメンバーのところに来て環境がそれぞれ変わってます、うん、で犬はもちろん順応性のある動物なので、うん、それぞれのところであのこう対応順応することはできるんですけど、あのそんなに何回も飼えるとかわいそうですよね、うん、であの順応ができにくいその個性、うんのあれとまあ、性格の犬もいるので、そこでやはりストレスから噛んでしまったり、あの、まあ、いろいろ分離不安であったりっていうような問題を生じてしまったりすることもあるの で、うん、でそもそもやはり命を飼ったら最後まで飼うっていうことは責任として私たちの、うん、はい、ことをあの責任でもあるので、あの簡単に手放さないでほしいです、うん、はい、いやいやいや、この前あの志村動物園を見てたら、そのなんかね、見ました、見てない、あのお散歩に行ってもなんか捨てられちゃった犬なのかな、うん、こうお散歩に行っても怯えちゃって、うん、全然他の犬ワンちゃんとあの絡めなかったワンちゃんとかいるから、よっぽどなんかストレスを受けたんだなっていう。そうですね、ね、はい、あのピアだからね、人間より、人間もピアはピアなんですけど、うん、あの直接に入ってくるから辛いことはやっぱり残っちゃうでしょう、ね、うん、そうですね、はい、あのこの子にとってベストな飼い主さんが見つかるといいですね、はい、今はサポーターさんのお宅にいらっしゃるんですね、はい、います、はい、自治預りしてますので、また譲渡会などでご縁がありましたら、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんだ、清美さんはあのこれはあのボランティアでやってらっしゃる、はい、ボランティアです。でそれ以外にあのお仕事もされてる、それ以外に、ね、あの仕事は、まあ、本業というか本当にあのラッキーなことに動物病院で今ちょっと働けておりまして、あ、はい、あの部議長で何ももうあの声ばかでかいだけなんですけど、はい、動物病院でもうアクセクト、はい、働かせてもらっています。楽しいです、楽しいです、お世話したりですとか、うん、まあ、あの例えば、ね、汚い、まあ、うんちとか欲しいことが洗ったりとか、うん、はい、あのまあ、噛まれたりすることも多少ありますけれども、うん、はい、あの本当に楽しいです、うん、はい、本当楽しそうですよね。動物が好きそうなのか。好きそうね。ムツゴロウですね。はい、ムツゴロウさん。よし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 って感じ。よし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 。そんな感じだよね。で、うざがられるみたいな。みたいな。そう、動物に。すいません、みたいな。ちょっとやりすぎちゃいました。そう、やりすぎた。はい、ちょっと、熱すぎちゃって。すいません。熱すぎちゃう思いがね。はい。プラスアルファね、あの、ここにいらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、あの、和田優雅のね、はい、あのもうやってらっしゃるんです、はい、だからこんなに声が張るみたいな、張るもう、はい、もう声は、はい、和田優雅はどういう立場とかいろいろあるじゃないですか、なんかなんかやってるとか、うん、ティーチャーとかなんか、そう、ティーチャーとか、リーダーっていうところで、リーダー、はい、リーダーって何をやる、7年目、7年やってます、はい、そうですか、最初も誰も本当にあの見えなくて、うんうん、あの母と2人でひどいところでハハハハなんてやってたんですけど、今では本当におかげさまで、はい、あのたくさん来てくださって、はい、富士でやってるんですか。富士でもやってますし、うん、実家が沼津なので、うん、沼津ではもう7年ですね、はい、はい、笑いようが楽しそうですね、はい、もう、あはははは、もう代謝良くてもうただでさ汗っかきなんですけど、もうさらにもう代謝良くて、はい、もう汗をバンバンかいちゃうっていう、いいですよね、はい、そうですね、笑いようがまたその話も、話を聞くと30分以上になっちゃうので、もう、はい、熱苦しくやらせて、はい、またもしよろしければ、そうですね、はい、またね、あの機会に出ていて、ちょっと遠いのでね、コンペにありがとうございます。いい、私もゴロ、え、私も一緒にゴロゴロしたいって、エラちゃん、エラちゃんって知ってる、 よくここにコメントくれる方、あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、動物と一緒にゴロゴロしたいとおっしゃっています、ありがとうございます。
ございます。ありがとうございます。ゴロゴロしましょう。ゴロゴロしましょう。でも本当にあの人間もそうですけど体温があるから、はい、あの落ち着くんですよね。あ、そうそう、あのやはりね、動物をこう触れるとあの血圧も含めて、うん、あの精神が安定するっていうその実際的なデータもあるようで、うん、はい、それが、まあ、癒しっていう効果なんだと思うんですけど、うん、はい、薬なしで血圧が安定する、はい、まあ、笑いもそうなんですけど、笑いも血圧が、ね、こう安定するっていう、はい、字を間違え、にゃんこね、にゃんこ飼いたいんですって、はい、あの大人になった猫ちゃんでも家族になれますか、はい、って猫ちゃん、大人になった猫ちゃん、はい、あの猫はあの、まあ、犬ほどはその順応性があの、うん、いい動物ではないんですけど、そうなんだ、猫の環境にいい、そう、環境にちょっと慣れにくいといったらちょっと語弊があるんですけど、はい、ですけど愛情を持って接してあげて、あとはその猫が落ち着けるスペース、あの例えば高さであるとかそういったことを確保してあげたりしてあげれば、はい、高さ、あの猫はこうピョンピョンピョンって上に行ったりするもんで、そういったところをこう作ってあげたりですとか、あともちろんこう逃げ場じゃないですけど、いきなりお部屋でフリーでさあどうぞっていうとあのちょっと広すぎてびっくりしちゃうと思うんで、最初は小さいゲージからやってって慣らしていくこうっていう感じですね。猫ちゃん、はい、ゲージに入れるの？あ、ゲージに、あ、ゲージ、まあ、こんな小さいゲージじゃあれなんですけど、はい、そういったところから、うん、あのまあ、まず環境に慣れる、ひどいところにポンってやっちゃうと多分びっくりしちゃって、あの自分のこう逃げ場をまず探しちゃったりして、それでちょっとこうストレスになっちゃったりすることもあると思うんで、うん、はい、最初は、はい、はい、ありがとうございます。ぜひあの若い、分かんないことあったらあの Facebook で清美さん聞いてください。分かることでしたら、はい、でもね、飼いたいけどなんか飼い方分からないとか、そうそう、世話の仕方分からないとかあると思うんですよね、はい、そう、います。子犬からどうしても飼いたかったりする方多い、うん、子犬子猫からだったら思うんで、うん、あのそういった時はあのもちろんあの知ってる方にも聞くのもいいし、うん、ただ安易には飼わないでほしいと思うんです、うん、あの可愛い子猫子犬いっぱいいるし、ペットショップに行けばいっぱいこう飼えるし、お金を出せば例えば分割ローンでも今飼えるので、うん、なんですけど安易に買ったものって、うん、あのやっぱり安易に捨てられやすい傾向もあったりしますし、うん、あとはやはりそのなんていうんですかね、まあ、これ話すとまたちょっとまあ長くなっちゃうんですけど、うん、やっぱりその自分に本当に飼えるかな、犬や猫の寿命って10年以上あるんですね、うん、小さいお子さんも10歳までなっちゃって、それ以上ももちろん生きるので、うん、そういったところを考えて、うん、あのその場だけの気持ちでは飼わないでほしい、うん、それだけは、はい、お願いしたいなって思います、はい、ありがとうございました。したなんか貴重な話を聞き、すいません、ありがとうございます。なんかこんなこんなバカみたいな格好で超真面目な人で、いや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 、何をおっしゃる何をおっしゃる、はいはいはい、今度はまたね、笑いを話し合っていただければと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、今日は NPO 静岡サポセラピードッグサポ長久保さんごめんなさい、申し訳ます、 NPO 静岡セラピードッグサポートクラブ、笠井清美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、写真撮ります、ありがとうございます。次はイエイということで、ジミーと生かしてアイスです。よろしくお願いします。あ、これ。あ、そうですね。そのまま言わなかった。はい。これを置いといてください。